皆さんこんにちは、全身チャンネル第64回どっちでも話さない。今回の全身はこちらです。会見、労働改革の安倍倒せ、 2.11 国鉄集会の成功を勝ち取り、国鉄1047名闘争の新たな発展を。2面です。安倍の働き方改革打ち砕こう、全労働者を非正規職化し命まで奪う。安倍政権は1月22日に始まった通常国会を働き方改革国会と位置づけ、働き方改革関連8法案を押し通そうとしています。安倍の言う労働法制の70年ぶりの大改革とは、19世紀の工場法以前に戻せということです。働き方改革の目的は、長時間労働、低賃金、非正規の状態を改善するものではなく、労働者全体を総非正規職化することにあります。また連合中央も働き方改革のお先棒を担いでいます。過労死ラインを超える残業100時間の合法化を提案したのも連合です。しかし連合内外の労働者からも激しい怒りが吹き出し、連合は大分裂と崩壊の過程に入りました。安倍政権打倒、働き方改革を粉砕しよう、18年3月末を前にした大量解雇を阻みましょう、 2.11 国鉄集会に集まろう。3面です。原発事故から7年、 3.11 福島行動へ、原発も核戦争も絶対に許すな。オール福島陣形で開催される県民大集会が3月17日福島第一原発からわずか15キロの楢葉町の公園で開催されようとしています。避難者が帰還被爆の強制と戦っている時に原発直近の屋外会場で集会を開く意味はどこにもありません。 3.11 反原発福島行動18はますます決定的です。被爆と帰還を強制する常磐線の全線開通反対署名をすべての労働組合に持ち込もう。復興と安全を宣言する手先に労働組合がなっていいのかと真っ向から問おう。外中化も被爆の強制も労働者を分断し、安全と生命を脅かします。これと絶対反対で戦うことが労働組合の責務です。原発も核戦争も絶対反対、 3.11 福島へ集まりましょう。そして革命的課題図書である中核2号革命家マルクスの復権も好評発売中です。マルクスの戦いに学び、改憲戦争を止めましょう。全身の定期購読よろしくお願いします。